この音は回帰中のエーテルに震えてます。ドライバーとブレードが何かと戦ってる。間違いありません。行ってみよう。はい。お嬢さん、ここは私に任せて。あんた一人置いてけるわけないだろ。手を貸すぞ、ニア。リックス、なんでここに。お嬢様、好機です。反撃しましょう。わかった。あんたたち、なんでって聞くまでもないか。そうですね。ああ、でも本当、無事でよかったよ。あんたたちもね。って、そういえば、あの時助けてくれたでっかいやつ、あのアルスは？わしのことかの？え？嘘！なんで？まあ、こっちはこっちでいろいろと。どこか落ち着けるところに移動しないか。話はその時にさ。その方が良さそうですね、お嬢様。ああ、そうしよう。なるほど。その子と楽園にね。ちゃんとお礼を言ってなかったね。助けてくれてありがとう。白子から聞いた。あんたがここまで運んでくれたって。アルス様、ありがとうございました。礼には及ばん。お前さんたちもレックスを助けてくれたんじゃからの。いいよ、別に。しかし便利なもんだね、アルスってのは。全てのアルスができることでは。その話はいいよ、もう。いいよ、もうって、なんじゃその言い草は。そもそもお前がそんなわけのわからん仕事を引き受けおったのが原因じゃろうが。じいちゃんはここでのんびりしててよとか言って飛び出して行きおって。ああ、はいはい、わかりました。俺が全部悪いんです。すみませんでした、ごめんなさい。適当に謝りよってからに、まったく反省の色が見えん。そりゃできないよ。なんでじゃ。だって俺があの場所にいなかったら、ホムラはあいつらの言いなりに。レックス、そんなの絶対ダメだ。あんな奴らにホムラを渡せない。うん、なんじゃ、まだ起きとったのか。なんだか寝つけなくて。お久しぶりですね、青龍さん。うん、昔とは随分と印象が変わったの。いろいろありましたから。レックスに命を分け与えてくれたこと、礼を言おう。その上で聞きたい。レックスにした話、あれは本意か？はい、私の本当の気持ちです。そうか、ならは信じよう。他の誰でもないお前さんの言葉を。でももう一つ目的ができました。真と滅か。あの二人を今のままにしておくことはできない。宿命じゃな、天の聖杯の。はい。巻き込むのか、レックスを。生命取るわけじゃない。お前さんが望まんでも、あれは首を突っ込むじゃろう。そういう子じゃ。
胸のコア半分になっとるの。お前さんも背負ったということか。青龍さん、レックスを頼んだぞ。はい。さてっと、とりあえず近くの町か村にでもと思ったけど、ここどこだ。グーラだよ。スペルビア帝国グーラ領。グーラのアルスは見たことあるだろ。ああ、遠くからなら。あれのお腹あたりだね。そうか、ここがグーラなんだ。ん？そういえばニアのその耳、もしかしてグーラ人？遅いよ、今頃気づいたのか？グーラはお嬢様の故郷なのです。へえ、それは心強いや。町に行きたいんならまずはこの森を抜けないとね。道なりに登っていけば平原に出るはずさ。町はその先。よし、まずはそこに向かおう。